どうもアボカドです。ミュージックニトリガセンパート20になりました。前回はですね、ついに私役職を昇格いたしましてですね、軍師という役職をいただきました。やっぱ軍師っていうのはね、こう頭を使ってね敵を倒していくっていうすごい重要ポジションなんでね、頭のいい僕にはぴったりの役職なんじゃないかなと思います。ということでね、今日も僕の知略を使いながら、赤亀軍を天下統一の道へと導いていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと待って、僕軍師になったからさ、好きなキャラクター自由に選んで連れていけるじゃん。やったね。そうなったらさ、あれじゃん、あの人呼ばないといけないじゃん。スカちゃん、まだ一回も使ってないスカちゃんですよ。ならユッキーさんも呼んどこうかな。ユッキーさんね、多分前回の撮影外で仲間になったんですよ。まあ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 です。で、アボカド先生はね、ちょっとね休憩にしようか。アボカド先生ちょっとね、あのね疲れてるからね、休憩でいきましょう。スカちゃん、大事件が起きてるね。武器の数が足りなくてね、強いやつは37とか出るんだけど、弱いやつ25ぐらいしかダメージ出ない。大変だ。ということでスカちゃんウィジ、よっしゃー。さあ今回は防衛なんでね、サクッとサクッとガツッと守っていきたいと思います。それでですね、私キャラクターを選べることになったので、スカちゃんが今総大将なので、全員に指示が、久々に指示が出せる状態ということでね、とても盛り上がってまいります。ってことで細かく指示出していこうか。よっしゃ。攻撃力が低い方の武器しか出せない。うん、そうだね。よっしゃ、カウンターだ。よっしゃ。両夫には強い方の武器で有利が取れるね。でバニさんと相性が悪いのが良くないね。ほい。あ、バニさん武器変えた。いたた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 、待って。よし。でちょっともうガンガン使っていこう。こういう技は攻撃力アップ。待って、武器が変わってる。やばい、痛い。あー、スカちゃんが、スカちゃんが死んじゃう。よいよい、よいよい、よい、2345、よい。スカちゃんの武器はね、あのモンハンの総中棍をイメージした武器になってるんですけど、こう空中のね攻撃が多いんですよ。総中棍ってすごいあの飛び回る武器なんですけど、それをイメージしてるんで、すごい飛び回ります。こっちのスカちゃんも入って、でも僕が使いこなせてないんでね、大変なことになってます。よっしゃー、アルティメットさんよろしくでーす。イエイ。待って、まずよくない。はい、イエイ。ペペイ、立て。ボン、よいよい。よっしゃよっしゃ。あー、入んない。これでガードが崩せない。イエイイエイ。よっしゃ、すごい空中で倒したで、かっこいい。遊撃部隊長ブルーさん、ブルーさんには攻撃力が高い方の武器でいけるから、よっしゃ。おいやー、よい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 。そりゃー、いいね、いい当たりだね。落とさないように。よっしゃ、決まった。今のコンボいいんじゃない。スカちゃんをちょっと使い慣れてきた感じするよ。なんで片言。カウンター。よいしょ。待って、僕の方が苦戦しとるから、絶対絶対僕の方が危ないから。いやー、これは溜まったので、あー、両方に当たんない。しくった。浮かせてない、浮かせてない人がいっぱいいる。あー、でもこんだけ走り回れたらきっと大丈夫。よっしゃよっしゃよっしゃ、両方もきっと倒せる。よっしゃー、ゴリ押し、やったぜ。ウェポンもゲットだぜ。田中さんも来たぜ。じゃあ修羅の部で、あ、これ味方のやつやん。
あれか。よいしょー、よいしょー、もう一個よいしょー、おしまい。やったね。さあ最終合流組、アルティメット田中さんと塚ちゃんと最後の椎名さんと一緒に写真を撮りたいと思います。はい、チーズ、カチャー。今回次はどこを落とすんですか。あそこを狙っていくね。異議申し立ててみろ。異議あり。進行せずに富国強兵に努めますか。いや、そういうわけではない。それは納得しかねるな。いいえ。あ、どこを攻めるかってこと？それは納得しかねるな。こっちはどうですかって。ここモンハンの俺がなんかね、さっきから上の方ばっか言ってね、なんか同じような敵ばっかり来てるんで。じゃあね、こことかどうすか。新工事の総大将なんで俺こんな色なんなんかめんどくさいな。赤髪さんと戦いたいで、じゃあ赤髪さんで行こう。あ、なんかあるんだじゃあ今回お願いします。できんのかい納得できんのかい。意見は採用されません。そういうこともあるのねなるほどなるほど。さ、サピサのシイナさんでございます。よっしゃ、オッケー。ただどんぐらい僕がシイナさんで倒せるかやね。シイナさんなんか多分キャラメイクの都合だと思うんだけど、なんか弓ずれてない、弓の位置。痛いな。よい、ごめん、やっぱり使いこなせない。おりゃー、まずはマークをつける。この武器はそういう武器だったはず。イエイ、ちょっと待って待って、イエイ。よっしゃ、マークついたんじゃない。どうだ。でもうこういうのも立てていく。いけ、待って、痛い痛い。せっかくマークつけたのに。マークつけた、よっしゃ。3、4、5、絶対当たる、絶対当たるやつ。追尾した。ああ、動くなよ、こっち来んなよエイムエイム、よい、絶対当たる、当たんないんかい。いやー、なんか始まったけど当たってない。しんなさん入ってきてくれた、ありがとう。楽勝じゃないよ。あ、この EX の方はあれか、追尾のあれが入んないんか。よっしゃ、だいぶ戦いだねこれ。守護神とな、 FPS のな、モサーにこの武器では挑めんかもしれん。いやー、椎名さんの良さを生かした、生きて。1、2、3、よい。あ、このこれいいな。あ、でちょっと遠めの距離から戦う。3、4、5、ちょっと遠めの距離から戦うと当たる。あーあー、いいいい。さあ、あ、いける。5、よっしゃ、裏取った。いけいけいけ、待て待て、おいおい。3、あー、あかん、難しい。よっしゃー、さっきより早いよ、全然。ちょっと慣れてきたんじゃない。いいいい、おいおい、いけ、怒りの炎くらえー。おいおい周囲の武将評価ですって
やばい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 、走って逃げろ。イエイイエイ。そんなはずはない、まだまだここからだ。なって、なんでそんな負けてんの。うそや、マジけ。結構割いてんやけどな、そっちにもきっと。よっしゃ、今は本気で行くぜ。3、4、5。いや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 、今のすごいコンボ入ったんじゃない。百殺やったやん。また貴様か。一番近いやつに有利を取れる。攻撃でいく。よし、寝てる間は体力回復。やばいやばい、死ぬー。痛い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 。やばいやばい、なんてことしとるんや、あの両夫は。ちょっと待って、こんなとこまで引いてきてもうた。痛い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 。こんな悲しいタイミングで目指すかどうか聞かれる。いや、ちょっともう疲れたわ、目指さんとこ。もうそこそこダメージ与えたからいいやろ。兵力減少言ってて、なんか最後も切りかかってきてた。おい親父、おいおいおい、お前はやっちゃあかんやろの。全軍、あ、そりゃ参加しますぜ。あ、僕総大将じゃん、やっぱ。まあ久々やし、僕自分プレイしていきましょうか。まあガンガンいきましょう。僕もね、あの軍師なんでね、頭を使ってこう倒していきたいなって思ってるので、もう頭を使ってガン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 敵を倒していきたいと思います。よろしくお願いします。イエイイエイ。えい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 。これが頭の使い方だ。えいえいえい。やばいやばい、僕もなんかやり返す。アルティメットさんありがとう、援軍に来てくれてる。よっしゃ、残念だが。よいしょ、危ない。よいしょ、よっしゃ、アルティメットさんの必殺技。イエイ。あれ、スカちゃんやられた。じゃあ誰にやられたん、スカちゃん。それ敵武将いなくない。そう、一般兵名よくも。じゃあここいらでちょっと使っときましょうか。まず僕の必殺技、じゃじゃーん。そして精神統一で覚醒ゲージアップからの、ひるませてからの必殺。俺の必殺技、カジさんも当たってるね。ついでにこの、あれ、この辺なんかなかったっけ。うん、そこそこ倒したんじゃない。でも800人いるうちの300人分倒しちゃって。おお、危ない。あ、バニさん生きてた。はい、はい、よし、危ない。あ、あれ倒したら終わりちゃう。よっしゃ、よし、これ壊したら終わり。あ、ええー、ちょちょちょ、まだ壊してない。ええー、嘘。え、なんか壊れたことになってる。え、やった、イエーイ、勝ったぞー。わー、勝ったぞ勝ったぞ。覚醒状態の俺近づくな。あ、終わった。聞け、うん、話がある。何、うん、え、うん、
君主へ昇進の打診があります。応じますか？ん？君、ん？君主って一番上やんね。お、まさか赤亀軍を引き継げと、この俺に。赤亀さんマジっすか。いいんすか僕みたいなやつで。よっしゃ、まあでもね、頼まれたからにはね、男アボカド断るわけにはいきません。この昇進の打診応じましょう。ルビー入った。お召しですか、うん、お召しですか赤亀さん。くんろ、うん、俺の役目は終わった。ええ、あとはすぐびっくりしすぎ、びっくりしすぎ。ええー、って顔してるマジで。目でっか。なるほど。決心しろアボカド。引き継ぐんや赤亀軍を。お任せあれ。おお。おお、かっこいい赤亀さん。なるほどね。はあ、こうなるのか。ということで、アボカドは君主に昇進しました。なるほど。ああ、またこの立ち位置に戻ってきたわけですね。まずはじゃあ布告に。当面はこの方針。ああ、また戻ってきた。メンバーはだいぶガラリと変わったけどね。さあ、じゃあここで精一杯頑張っていくとしましょうか。ということで、赤亀さんからね、俺たちの軍を頼むということで勢力を譲ってもらいました。私再び君主に舞い戻ってまいりました。ということでね、この状況というのがですね、アボカド軍とオリク軍の一騎打ちだという状況に変わりました。これ熱い展開ですね。じゃあそしたら次回オリクさんを、打倒オリクさんを目指して、これからも一生懸命頑張っていきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。次回も見てくださる方はチャンネル登録と高評価次回も見てくださる方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。